こんにちは、アドブローです。今回はプリンスの新製品である X100 ツアーと X98 ツアーのインプレをお届けします。でこの2本なんですが、発売は2024年の2月予定となっているんですけれども、ありがたいことに発売前にインプレさせていただくことができました。今回もですね、東久留米にあるグローブライドさんの本社にお邪魔をしまして、インプレをしてきました。で今回はインプレ編になるんですけれども、後日、後編としてダブルス編も動画としてアップさせていただく予定です。でこの X の100ツアーと X の98ツアーなんですが、まあ、正直ね、まだ情報であったりとかインプレ動画っていうのはそんなに上がってない状態だと思います。まあ、なので、まあ、できるだけ皆さんに詳しく知ってもらいたいなと思いますので、実際に打ってみて感じた良かったところはもちろんなんですが、ここどうなんだというふうに感じた部分も正直にお話をさせていただきます。それではやっていきましょう。はい、ではまずこの2本について、まあ、ざっくりと説明だけさせていただきます。まず X100 ツアーについてはですね、まあ、現在発売されている X100 とモールドは一緒になってます。ただ内部構造とかっていうのは結構変わっておりまして、トリプルチューブテクノロジーという形で、変わっているんですね。でそのテクノロジーのおかげで減衰性であったりとか安定性っていうのがより高い仕様になっているというラケットだそうです。ただスペック的にはですね、まあ、面が100、重量が 300g、バランスが 320mm なので、まあ、ツアーという名称はついているんですが、まあ、スペック的に見るとターゲットであったりとか間口っていうのは結構広いモデルなのかなと思います。で色味もね変わっておりまして、こちらはまあちょっと青みがかった配色になっていて、表面もマット仕上げになってます。ね、そして X の98ツアーなんですが、こちらは、新しく作られたモールドになっています。なので、まあ、X100 ツアーとも全然違う形状ですし、前作にあたる X の97ツアーとも別物になってます。まあ、X といえばですね、ツイストしたシャフトにボックス系のフェイスっていうのが基本だったんですけれども、この98に関して言うとフェイスの外側、フレームの外側がラウンドしていて、より剛性が高そうな形状に変わってます。そしてフレームの厚さも他と違っていて CTS になってますね。まあ、トップに向かって徐々に厚くなっていく設計になっていまして、トップから見ると25、24、23mm というような感じになってます。でこうやって見るとですね、まあ、フェイスは少し小さいし、フレームの外側ちょっとラウンドがかってるし、フレームのトップで 25mm あるし、ストリングパターンも16、19になっているしというところで、結構こう、しっかりしてそうだなと、打ちごたえがありそうだなというような印象になってます。まあ、実際ね、打ってみてどんなフィーリングなのかっていうのはしっかり、確認してきました。で今回ですね、インプレをするにあたってですね、 X の100ツアー、X の98ツアーだけじゃなくてですね、まあ、通常の X100 こちらもご用意いただきましたので、まあ、それぞれどういうふうに違うのか比較していきたいと思っております。ストリングに関してはすべてツアー WX スピンを貼ったものをご用意いただきましたので、まあ、同じ条件で、しっかり比較をしてきました。まずは通常の100から、はい、ではまずですね、通常の X100 から打たせていただきました。まあ、これが基準になるのかなと思うんですけれども、まあ、まず打った感触としてはですね、打球感柔らかくて、手応えも軽めかなと思いました。でボールにこう回転をかけたり弾道を上げたりとかっていう調整もしやすくてですね、まあ、トータルとしてなんかすごくこうリラックスして打てるというか、まあ、楽な感じでいろんなショットを打てるっていうのがすごく特徴かなと思いました。まあ、打球感に関して言うと、まあ、少しこう中空間っていうのはあるのかなという気もしますね。で、最大の特徴であるこのツイストしたシャフトの効果に関して言うと、まあ、そうですね、僕が打った感じとしては、まあ、フォアは割とこうスパンと気持ちよく打ち抜ける感じが強くて、ね、バックに関してはなんか割と適当に打っても、まあ、なんとか返せるよねみたいな感じが強かったですね。はい、
なんだろう、フォアとバックでめちゃめちゃ違うかって言われるとあんまり僕は分かんなくて、ただあのどのショットもすごく自然に打てるし、しっかり返していけるっていうのが、うん、恩恵としてはあるのかなという感じがしました。まあ、ただですね、さすがに大友さんクラスの、強いボール打たれたりすると、まあ、ちょっとショットがばらついてしまうかな、ちょっと押し込まれてしまうかなっていうのはありました。まあ、それがツアーになった時どうなるかっていうのが、まあ、気になるポイントかなと思います。はい、ということで、まあ、次ね X の100ツアー打たせていただいたんですけれども、まずその打ってすぐに感じたのが、まあ、打球感だいぶ違うなというところですね。まあ、減衰性とか安定性みたいなのがすごく上がっていて、すごく中身の詰まった打球感っていう表現がいいのかなというような感じでしたね。手応えも少しこう重たくなるイメージにはなるんですが、まあ、その重みをうまく使ってボールをこう一度食いつかせてから力を伝えて飛ばせる感覚っていうのが強くなってるかなと思います。なのでそのベースになっている X100 よりもよりこう推進力の強いドライブ系のショットみたいなのを強く打っていくとか、まあ、安定して叩いていくとか、まあ、そういうのがしやすく感じました。でも本当に、まあ、明らかに振動は少ないですね。バインと響く感覚は全然なかったです。でモールドは一緒なんですけど、うん、これだけ違うんだなっていう感じでちょっとびっくりしました。まあ、おそらく、うん、トリプルチューブテクノロジーっていうのが、まあ、フィーリング的にもしっかり効いてるし、まあ、性能的にもやっぱりブレにくいというか、まあ、打ち負けにくいところであったりとか、まあ、打ち応えであったりとかっていうところに作用してるのかなと思います。まあ、例えるならば X100 が、まあ、筋力トレーニングをしてより筋肉質になったというか、まあ、よりマッチョに近づいたのかなみたいな印象でしたね。はい、なので、まあ、多少強く打たれても押し返していける安心感っていうのはあったかなと思います。で、まあ、あとはそうですね、フォアバックの違いに関して言うと、僕はあんまりその明らかにフォアとバック違うよねっていうのはそんなに感じなかったですね。まあ、むしろそのツイストしてるシャフトの効果っていうよりは、まあ、フレーム全体が生み出すその安定性であったりとか安心感みたいなところの方が、まあ、強く感じましたね。うん、なのでまあどんどん打ってっていいよってこうラケットがね、言ってくれてるような感じでした。はい、あとはですね、重さがある分バックのスライスはねいいなと思いましたね。少しこう、うん、その重さを生かして、通常の X100 よりも、まあ、深く伸びるようなのが打ちやすく感じました。でフィーリング的に近いラケット、まあ他社のなるんで、まああくまでも僕個人の見解にはなるんですけれども、まあ、ちょっと似てるなと思うのはプロスタッフ X のまあ、しっとり感みたいなのは少し近いかなと思いますし、あとはそのピュアアイロの2022年モデルの打ち応えとかっていうのとちょっと近いんじゃないかなと思います。はい、では3本目 X98 のツアーですね。これはさっきの2本とも比べても完全に別物だなという感じでした。より密度の高い感じ、より中身が詰まった感じの打球感になってましたね。そのカンカンするような硬さではないんですけれども、もうギュッと中身が詰まっていて、打った時の遊びが少ないっていうそんな印象でした。で打った時のその打感の重さ、手応えの重さっていうと X の100が一番軽くて、100ツアーになるとそれがちょっと重くなる、で98ツアーになるとさらにそれが重い感じになるというそんな印象でした。
で100ツアーと比べても、まあ、若干ねそのシビアな感じっていうのはしましたね。まあ外すとこうちょっとグッと押し込まれてしまう、まあ、ボールがちゃんと飛んでくれないっていう感じは、うん、少しあるかなと思います。ただ逆にそのトップ寄りの美味しいところでボールを捉えられると、まあ、かなりねこういいボールが飛んでくれる、まあ、フレームのしっかり感っていうのをすごく感じられる仕上がりにもなってるなと思いました。まあ、フォアの厚いあたりとかすごいスコーンって、ね、飛んでいってくれるし、逆にバックのスライスもですね、まあ、少しこう、まあ、走らされた時とかにちょっと手伸ばしながら打ったスライスが相手のコートのベースラインぐらいまでスーッと飛んでいって、おすごいなんかイメージと違う飛び方するなっていう感じでちょっとびっくりしました。まあそのぐらい、まあ、先端寄りで打ってあげるとうまみのあるフレームに仕上がってるのかなと思います。で、まあ、手応え重たいモデルって結構、まあ、どこで打ってもあんまり飛ばないんで、じゃあその分振ってねっていうタイプも多かったりするのかなとは思うんですが、まあ、美味しいところで打てばこの X ツアーX98 ツアーですね、っていうのは、まあ、しっかり飛んでくれるんで、そういうのとはちょっと違うのかなと思いますね。はい、で本当にこう X の100ツアーよりもさらに筋肉質になったフレーム、まあ、さらにこう筋トレを重ねて体脂肪率も減らしてみたいな、そんな感じの、まあ、アスリートな感じのフレームなのかなというふうに思いました。で性能的にも、うん、やっぱり100とは違うのかなという感じでしたね。で一番違いを感じたのはスピンのかかり具合、かけやすさの部分で、まあ、98になってくるとあの擦っちゃダメだなっていう感じでしたね。明らかにボールが持ち上がるような感覚、引っかかるような感覚っていうのは抑えめになってますの でいつも通り擦るように打とうとするともう本当にショートしちゃう、ネットしちゃうっていう感じですね。全然フレームの旨味が出ていかないというような感じになってしまいました。で逆にこうまっすぐ後ろから前にまっすぐ厚く捉えて打ち抜いていくっていう風にするとすごく強いボールが安定して打てるのかな、まあ、こういう使い方がいいんだなっていう風に感じました。でまあバックハンドになるとそういうのがなかなか難しいんで、どうしてもまあ片手だとね、まあ、ちょっとね難しいというか思った距離を出せないなっていうシーンも多かったんですけれども、ちょっともう切り替えて両手打ちしてみたらですね、まあ、非常に打ちやすかったですね。まあ今回打った3本の中で一番安心してバックハンド両手で打てたんじゃないかなと思います。そのぐらいも強いインパクトに対しても安定している、で力もしっかり前方向に伝えてくれる、そういう仕上がりだなと思います。で実際に打ってみて感じた、まあこれが近しいラケットかなっていうのをちょっと他社で上げていくと、ヨネックスのパーセプトの 100D とか 97D の、まあ、しっとり感とかずっしり感は近いかなと思います。でそれ以外にも、まあ、ブーンプロとか、アルマプロの98とかのしなやかでちょっとこう打ち応えがある感じっていうのも、ちょっと似てるんじゃないかなと思います。で次にボレーなんですけれども、まず X100 ツアーに関してはですね、ベースになっている X100 が、まあ、軽くて割とこう楽にボールが飛んでくれるっていうところでホイホイこう楽にさばける感じのラケットだったんですが、まあ、それに比べると、まあ、多少の反発力っていうのは残しつつも、まあ、さらにこの重みと減衰性っていうのがあることで、まあ、よりラケットがブレずにボールをしっかり返せる、まあ、より高いこう精度で返せるとか、まあ、よりこう強いボールに対しても安定して返せる、まあ、そんなイメージが強くなりますね。なんかねもうもっと分厚い壁になってボレーができるみたいなそんな感じでした。はい、重みもある分なんかこうインパクトの時に握り込まなくてもボールに負けない感じ、もうラケットをそこに置いといてあげれば、まあ、勝手に返してくれるっていう感じはしました。なのでまあ操作性もね悪くないですし、まあそういったこう安心感安定感っていうのもあるんで、まあ、シングルスはもちろんですけど、ダブルスの速いそのボレストみたいな展開の中でも、まあ、十分安心して使えるんだろうなというそんなフィーリングでした。で一方の X98 ツアーに関して言うとですね、まあ、結構シビアというか難しく感じました。ちょっとまあどうなんだろうという感じで、ちょっと首をひねりながらやってたという感じでしたね。これは多分ねトップ寄りで捉えるのが苦手というか、まあ
他のラケットでも言ってますけど、そういうラケットの時ストロークはいいんですけど、ボレーになるとちょっとね僕は苦手という傾向があるんで、多分それが出たのかなと思います。ただラケットの性能的にはですね、ボレーに関してもその高い剛性であったりとか安定性みたいなのは感じることができました。でもう本当に重さも十分あるんで、本当にブロックするだけで、しっかり深さも出していける感じは強くなっているかなと思います。ただですね、僕の感覚ではその X100 とか X100 ツアーに比べるとちょっとこうコントロールをつけづらい、ボールをこう運んで返す猶予がちょっと少なく感じました。まあ遊びが少ないっていう感じでいいと思うんですけれども、ちょっとそこら辺のまあ感覚的なアジャストっていうのが難しかったかなと思います。ちょっとこう乗せてる感覚っていうのを出すためには強めのインパクトが必要っていうのは感じたんですが、そこにはちょっとアジャストしきらなかったというか、まあショットがねちょっとばらけちゃったなっていう感じはしましたね。ただこれ上手い人が使ったらかなりいいボレーできるタイプなんじゃないかなとは思います。でこんな感じで、実際に打ってきましたけれども、まあ、今回打った3本を端的に表すと X100 は、まあ、アシストが強くて、まあ、バリエーションのあるショットが打ちやすいと。で X100 ツアーになるとそこに安定性とか減衰性っていうのがよりプラスされていって、強く打っていきやすくなると。で X98 ツアーに関して言うと、まあ、球威であったりとか打ち応えっていうところがすごくフォーカスされていて、特に高いレベル高い強度でプレーされる方には最適かなと思います。はい、では最後にですね、まあ、個人的な総合評価、今回も4段階で評価させていただきたいと思います。購入、検討リスト入り、様子見なし、まあ、この4つですね。でまず X100 ツアーなんですが、様子見かなと思います。決して使いづらくはないですね。減衰性も安定性も非常にいいと思いますし、トリプルチューブテクノロジーの、まあ、恩恵なんだろうなというのもしっかり感じることができましたが、僕個人で言うとですね、 X100 があんまりにもね使いやすく感じたんですよまあ最近よく言ってますけど、手応え軽い方がまあ僕は最近の好みではあるんで、まあ、安定性とか減衰性とかがツアーになってプラスされるのは分かるんですけど、まあそれでも X100 の方がまだ僕は使いやすいっていうか、まあそっちはね検討リスト入りしてもいいかなっていうぐらいすごく使いやすくてはい、これはもうしょうがないんですけどね、まあ、近しい2本なので、まあ、どっちがいいかって言われるとちょっと X100 の方が僕は好みだったっていうところで、X100 ツアーに関しては様子見にしてしまいましたというところですね。はい。そして X98 ツアーなんですが、こちらはなしです。まあ、すごくね使っていて随所にそのこだわりであったりとか工夫であったりとか特徴みたいなのはすごく感じました。ただそれが僕のテニスと、まあ、僕のフィジカルとかスキルとかっていうところと組み合わさった時に相乗効果は別に生まれてないなと思いました。ちょっとね、まあ、僕にとってオーバースペックみたいな状態になってるのかなと思いますね。でまあ多分ね先端寄りで、しっかり打っていきたい人、まあ先端寄りで捉えていきたい人にとってはすごくこうパワーも出るし安定もしてくれるラケットだとは思うので、そういう人にはフィットすると思います。まあ多分ねライバルとしてはその V コア98とかですね、まあそういった感じでトップ寄りにスイートエリアがあるタイプがいいんじゃないかなと思います。まあ僕は V コアね、速攻で売却しちゃったタイプなんで、まあ合わないだろうっていう感じですね。はい。であとはねストリングがツアーダブル X スピンだったのも、まあ、若干今回はマイナスに影響しちゃったかなとは思いますね。ストリング自体はすごくこうホールド感があって引っかかりも良くて、弾道が上げやすいんですけれども、一方でラケット自体は、まあ、弾道を上げるとそんなにうまみが出ないっていうか、まあ、まっすぐ低めのボールの方が、強いボールがいってくれるんで、まあ、そっちの方が特徴が出やすいというところで、まあ、僕が使うにはこれを組み合わせるとちょっとこう組み合わせがあんまり良くなかったかなという印象でした。まあこれをファントムタッチとか、まあ、ツアー XT18 とかの丸いポリとかしてたらまた全然違ったんじゃないかなと思います。はい。まあまたチャンスがあればね、そういったセッティングでも試していけたらなとは思っております。
今回インプレ編は以上となります。次回はねダブルス編となりますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。今回は以上です。それでは。